イメージをしながら読むとですね、楽しめるんじゃないかなと。リアリティありすぎて本当なのかなとか、こんなこと書いて大丈夫なのかなとかあったりしますが、ぜひご覧になってください。いってらっしゃい。今日はお休みに読んだらいい本とか漫画とか映画とかですね、そういったものをレコメンドしていこうかなと思っております。まず最初にですね、豊臣の野望という、これを日本の大手自動車メーカーさんモデルにしたんじゃないかっていうふうに言われてる作品なんですけれども、私も会ったこともあるような元会長さんとかで、その辺がモデルになったとしか思えないような、なかなかリアリティがあふれるですね、これ3部作になっております。豊臣の野望、そして世襲、そして逆襲ということで、梶山三郎さんという方が書かれてる小説なんですけれども、それなりにイメージをしながら読むとなかなか楽しめるんじゃないかなと。ちょっとリアリティありすぎて本当なのかなとか、こんなこと書いて大丈夫なのかなとか、そういったものもあったりしますが、ぜひご覧になってください。豊臣家と暴家みたいな感じのお話で、なかなか面白いなと思います。次にですね、サンダースリーという漫画でございます。こちらの方はゲームの世界の中に少年たちが入っていって、そこで無敵モードになってエイリアンの侵略者と戦うという、アニメの世界が現実の中に出てきたみたいな感じの設定になっておりますが、非常に面白い作品になっております。次に最近ね、日本でも大麻解禁論だったりとかですね、医療用大麻はもう解禁されるということで、逆に大麻使用罪っていうのができて、娯楽用の大麻っていうのはより厳罰に処されるような流れになっておりますが、とはいえ世界的には大麻解禁の状況にあるということで、それに合わせて他の大麻のことを描く漫画っていうのは増えてきております。例えばゼニマという、大麻はゼニにあるということで、たまたま公園かなんかに生えてた大麻の葉っぱが非常にいいって有効成分ですね、そちらを含有するということで、それを見つけた大学生たちがそれをジョイントとかそういったものにして大儲けをするっていう話でございます。もう一つはですね、東京カンナビストック、大麻王と呼ばれた男という話なんですけども、こちらの方はちっちゃな花屋を家族で経営してるが、なかなか経営が厳しい、本当植物博士みたいな、植物のことが大好きでたまらない、植物と会話しちゃうみたいな主人公がいるんですけれども、友達がですね、お前お金がないんだったら大麻でも栽培してみるかという悪の道に引きずり込んで、でも植物のことを愛する男は大麻に関してもですね、非常に質のいい大麻を開発してしまって、それが瞬く間にジャンキーたちの中で話題になって、反社会的勢力だったりとか半グレだったりとか、そういった人たちに翻弄されるというお話でございます。次にですね、東村明子さんのもしもしあっこちゃん、こちら自伝でございます。東京タラレバ娘とかそういったところで有名になった東村明子先生ですけれども、彼女が宮崎にいた時代にお父さんが電電公社の社員ということで、九州中を転々としていたらしいんですけれども、そんな東村先生の子供時代のお話ということで、結構サクッと読めます。漫画じゃないんですけれども、小説なんですけども、サクッと読めます。次に離婚予定日という、これも20年ぐらい前の作品なんですけど、たまたま流行りのウェブ漫画のレコメンデーション出てきて、ついつい読んでしまったんですけれども、何の変哲もない主婦が浮気をされ、そして浮気をしというようなお話でございます。団地に住んでる大して可愛くもない奥さんがなぜかめちゃくちゃモテて選挙に出たりとか、いろんなことやってですね、最終的にどうなるのか、浮気をした旦那ね、旦那がお前とはもうダメだ、付き合えない、もう離婚しようと言って離婚予定日を決めて、それに向かって突き進むんですけれども、その離婚までの過程にドラマがいろいろ生まれてくるという、最後はですね、結末なかなか面白いので、ぜひ最後まで読んでみてください。次にですね、密かに癒されという漫画でございます。こちらの方は最近話題の東北の三陸地方でアワビの密漁とかが行われてるんですけれども、この密漁を題材にした漫画でございます。漁師をやってた主人公なんですけれども、ひょんなきっかけというか、お母さんが売春をしてたとか、それだけ生活が苦しい中でですね、その生活から抜け出そうと密漁に手を染めるわけですけれども、そこから生まれてくるいろいろな物語でございます。あとですね、妻が口を聞いてくれませんという、円満でもなかったんですけれども、特に喧嘩もしなかった夫婦なんですが、突然奥さんが口を聞いてくれなくなって、1年以上無視されてどうしようかみたいな、その夫の葛藤で漫画にした、これ一冊で終わりますけれども、皆さん夫婦仲がですね、あまり円満ではなくて、なんでか知らないけど奥さん口聞いてくれないんだよねみたいに思ってる方々結構いらっしゃると思いますが、胸に手を当ててこの漫画を読んでみるといいかもしれません。
次にアニメなんですけれども、最近でいろんなプラットフォームで配信されております MF ゴースト、こちらの方はイニシャル D という20年以上前にアニメになった僕も大好きな重野秀一さんという作家さんのカーレース漫画なんですけど、行動最速理論というですね、理論を持った高橋良介という人がいたんですけれども、この人が作り上げたプロジェクト D というプロジェクトがあって、行動の走り屋でナンバーワンを決めると、関東ナンバーになるんだみたいな感じでやっていた藤原豆腐店の藤原匠さんという人がいたんですけれども、彼のその後のストーリーというか、それから時は20年以上経って藤原匠さん自体は出てこないんですけれども、藤原匠さんの教え子だったイギリスの名門レーシングスクールの生徒が日本にやってきて、富士山が噴火して湘南一帯が立ち入り制限区域になって、そこで行動レースをやってしまうというなかなかありそうでなかったストーリーなんですけれども、漫画はですね3年ぐらい前から連載してたんですけど、ついにアニメ化されました。もう本当待望でございました。本当期待に負けない素晴らしい出来になっております。皆さんこの機会にですね、僕がレコメンドした小説漫画エッセイアニメ時間潰せると思いますので、ぜひ見てみてください。いっとるしゃい。